ーキングチャンネル。イエーイ。いつもご視聴ありがとうございます。今回はですね、長い競泳選手生活をしていく中でですね、まあ海外遠征なんていうのも、海外合宿、海外遠征っていうのも結構やってきたので、そこで思い出に残ったことを話したいと思います。まあ行った国でいうと、中学3年の時に、日韓という、まあ、日本と韓国の交流ジュニア合宿みたいなのがありまして、そこがまず初めての海外合宿ですね、行きまして、であとはそこからは、日本国内の、まあ、国体合宿ですとか、国内合宿はいっぱいあったんですけど、高3の手前ぐらいですかね、グアム合宿、神奈川県の選抜のグアム合宿というのが初めて開催されて、なんかそれぞれ番号が振り分けられるんですよね。001とか002、003。それはなんかその、なんか世界のフィナの国際ポイントに近い人から001とか入ってくるんですけど、まあ、僕らの年がまあ最初の第1回目だったり、いまだに多分グアム合宿 JO ですね、春の JO の前にグアム合宿っていうのがあって、まあ去年はもちろんコロナだったんでやってないと思うんですけど、多分毎年やっていて、でも今は多分200何番とかもそれぐらいになってるんですけど、まあ最初の期ですね、最初の期で僕らが選ばれまして、双子の兄ももちろんそうなんですけど、でこう001っていうのがなんと双子の兄なんですね。こちらにシャツ映してきます。この001のシャツ、はい、すごいことなんです実は。で僕は、まあ、いろんな、まあ、もちろん神奈川強豪ですから、いろいろ速い選手もいて、僕は005という、 なんとも中途半端な感じなんですけど、まあ、001と005でこう合宿に行かせてもらったっていうような感じですよね。まあ、神奈川の、まあ、JO に向けて、もしくはその先の夏に向けてですね、強化合宿をやるっていうような感じでやってました。はい、まあ、そういう、神奈川の合宿を経て、そこから大学生になるんですね。大学生になって2007年の4月に中央大学に入学したんですけども、ただやっぱり私はね、大学1年の時は なかなか活躍できなかったので、こうレース出る機会も少なくてですね、まあ、同期とか結構割と海外合宿に来たんですけど、僕そこに行くタイミングを逃してしまったっていうのもあって、その大学1年の時ちょっと甘んじてしまったみたいなところがあったんですね。で年を明けてですね、2009年の、3月、中央大学の結構割と毎年行く場所として、オーストラリアのスレドボというエリアがありまして、そこがですね、標高 1600m かな、ちょっと高い位置にあるんですね。シドニーからだいたい3時間4時間ぐらいバスで移動して、本当に何もない、まあスキー場というか、まあ冬はスキー場なんですけど、もう春、3月なんで春なんで雪も何も残ってなくて、ただの山なんですけど、まあプールも上水路でしっかりやって、そこに中央大学、当時はね毎年行ってるような場所だったんで、僕らも行かせてもらって、で僕も初めての海外遠征をそこの大学2年の時にプレドボに行かせてもらう。でも日本選手権4月にありますから、その前の3月どれぐらい行くかっていうと、なんと3週間ぐらい行くんですよね。3週間弱行くんですよ。もうそれがどういうことみたいな。で、まあ、去年その僕が行ってない昨年、その1個前の年ですね、兄が行ってるんで、どういう感じだったみたいな、いやマジ暇だよみたいなって感じだったんで、先輩たちにも聞いても、いやマジ暇だよみたいな感じだったんで、まあ、DVD みんなで持って行ったりとか、なんかゲームとか、なんかそういう本当に暇つぶしの時間があった方がいいとか、本とかですね、本とかみんなで貸し合ったりとかしてするために持っていくとかっていうのをこうみんなで計画して、なんかもう暇つぶしをいかにしようかっていう計画を立てるぐらいやばいよみたいな、缶詰だよみたいな感じを聞いたんで、実際行ってみて本当に練習尽くしなんですよね。もう朝、もちろん朝は練習やって、でご飯食べて休憩して、また午後練みたいな。ただもう日本選手権の1ヶ月以内に迫ってるんで、もう結構レースリハーサルとか緊張感が漂う練習が多くて、ただ
標高 1600m なんで、きついんですよね。きつくて、もうそれをずっとやってるみたいな、ストレスが半端なくてみたいなのは覚えてます。はい、でもただなんかそのオーストラリアだとこう、ティムタムっていうチョコレートだったりとか、そういうなんかチョコとかアイスとかが結構、あ、なんか海外っぽいなみたいなのは覚えてて、割と海外の空気とかあるじゃないですか。もう飛行機に乗っただけでこう海外の香りがしてくるみたいな、そういうのを中央大で初めての遠征の時に覚えてて、空港とか行ってもどうなっちゃうんだろうなって思いながら練習してたのは覚えてます。その2009年の年はですね、やたら合宿が多い年でして、2009年の暮れ12月中旬から年明けに対してスペイン合宿みたいなのが入ってて、なんだこれみたいな思って、スペインのグラナダという場所、そこもまたスキーというかもう山にあるんですけど、標高 2400m の場所にあって、そこがまあきつかったっすね。